鹿島屋とは、江戸時代の大阪の交渉。玉水町の旧江門家と、大川町の作兵家の二系統があった。寛永の頃から、御堂前町で米どん屋をはじめ、両外省も兼営した。後に、住人両外に任命された。諸藩の蔵元、家計屋になり、大名菓子で、河野池家と並び称された。明治維新には新政府に援助をするなどし、 鹿島銀行を設立したが、昭和教皇により廃業した。大道生命70年史によると、鹿島屋を起こした広岡家は、村上源氏に連なる赤松家を演祖とし、寛永2年に大阪御堂前町で生米業を始めた広岡盛協が、初代鹿島屋を名乗り、三代目が事業拡大を図って、両替点検諸国取引米問屋を営み、四代目が、 大いに詳細を発揮し、以後300年余り続く豪商鹿島屋の基礎を作ったとされる。2015年、鹿島屋が幕末に各地の藩に貸した金の借用書や広岡朝子の手紙など約1万点の資料が奈良県か市原市の民家で発見された。官営年間に大阪に移り、京方年間に米仲買いとなって玉水町に店を構えた。 日後半蔵元掛屋、宇和島半主方蔵元掛屋を務めた。天明年間頃に大川町に移転。その後も諸藩に貸し付けを行い、万円御用銀は河野池、玉水町鹿島屋と共に最高額3000貫目を引き受けた。明治維新にて新政府の財政に協力し、維新を乗り切ったが、明治6年、陸軍省預かり金の即時上納を命ぜられて果たせず、 父さん、閉店した。ありがとうございます。